ここで育ってたんだぜ。なぜ急に呼び戻そうなんて思ったんですか。やるしかない、やるしか。高校生の男女ならあってもいいよね。俺をすずの女友達にしてくれ。私は命に応じるだけです。あなたには敵を追える頭がある。私にはあなたを運ぶ体がある。一緒に欧州に参りませんか。鬼殺し二言はないな。うちの会社の先輩は、にゃおー、小さくて可愛い。俺くらいの若者って普通は何をするものなんだ。あなた本当に何なの。単なる一般人だ今はな。テレビアニメ英雄教室。ミシャ、もうガディータ。まだ私を探してるの。準備が整いました。ユキちゃんはどこ。須藤先生、危ないことは絶対にしないでくださいよ。始めようか。お菓子で満ち溢れた国、世界一のお菓子を作りたい。やっぱり僕はそのためにこの世界に生まれてきたんだ。世界で一つのお菓子の国を作るために。一年の八重森ミニって言います。何の権利があって二人の関係を邪魔されなきゃならねえんだ。彼女をお借りします。3期。自分口固いっすから世界最強のシャドバプレイヤー7人でもね、本当の最強は1人だけ。強いよ彼は。シャルがくれた王家勲章を手にして堂々と金座同士だって名乗れない。取り戻す、必ず。シュガーアップルフェアリーテイル。ガキンチョの護衛と抹消。弱い奴らに気を使うのは疲れるよ。サトル、弱い者いじめは良くないよ。かわいいですね。パジャマ、よくできてますね。あなたは特別なのです。そりゃあしばらく一緒に暮らしてますし。そうですよね。はい、私はノワールです。シンデュアリティノワール。メガネを忘れた。ミエさん、めちゃくちゃ目つき悪くなってる。
でもこれはこれで可愛いって、ちかー。なるほど、そんな顔してたんだ。緊急任務、必ず仲間を見つけ出そう。時に怒って、時に褒めてくれて、そして俺様の思いを応援してくれる人。再び失うことになる。死んだらもう守れないだろうが。もし約束を忘れちまったら。なんとか言え、スプリガー。俺もただのバーサーカーだ。これで終わりだ。そんな子は放ってはおけないよ。せっかく転生させてもらったんだ。師匠を信じるしかない。俺は絶対今度の人生では寿命で老衰する。テレビアニメ聖者無双。あれ、これってもう今日から会社。やったー。成仏もせずに人を襲う執念を称えて、覚めることのない無限の夢を見せてあげる。降りたかったものはもう何もない。故郷も家族も仲間、愛する人、全てを失った。俺もこれでやっと。心のどこかで感じていたのかもしれない。どちらかが生き返るまで。人が時に運命と呼ぶような、トニトゥールス予感じみた何かを決めろ。ナナオ、この夢はどこまでも愛しさ。勇者エミリア、俺についてこい。世界征服の過程でお前に新しい世界を見せてやる。2023年放送決定。ここに改めて誓うわ。この国のために、民のために、力の限り尽くすと。余計な真似をしてくれたものだ。とっても素敵なことだと思わない？世界は相変わらず美しいらしい。答えよ。これが聖杯戦争。これは我々なりの魔術師たちへの警告と宣伝ですので。助けに来たぜ。僕は石田瓜生、クインシーの誇りにかけてお前を殺す。最強の男、自分の目で見ろ。己の魂で考えろ。そいつを倒せばこの事件は終わる。この事件をぶち壊せ。戦って活路を開くしかない。
そう。君には見せない一面があるはずだ。じゃあレミ、宮村くんもらっていい？石川くんは堀さんが好き。そっちに非があるなら謝ってほしいだけなんだよ、堀さん。堀宮。そなたらを滅ぼす。相手はおそらく2000年前の魔族だ。大丈夫？誰に鍛えられたと思ってるの？暴虐の魔王よ、君を滅ぼす秩序は新たなる神の子はこの学院にいる。まずは歌つかさをとどろかせてやろうかい。やる気ないな。だけど最近全然しつこくないし、今までみたいに追っかけてこないし、なんだか聞き分けが良すぎるというか。もうつきまとわないって伝えたかったんだよ。夢見る男子は現実主義者。私たちはご主人様の嘘に付き従います。どうやって？決まってるじゃないですか、イカ様ですよ。最強の維新疾患よ。剣心。剣心。剣心。ドロップ率オール S。 この最強スキルがあれば今度こそいけるぞ。俺のスキルをなめるな。レベル1だけどユニークスキルで最強です。本当はお優しい方なのですよ。育ってきた背景が見えない。サイモリ家か。